Okay, this is Joe Strummer, and you're listening to Shibuya FM. And these people are laughing in the background because this is the station to listen to. And this is 78.4 megahertz on the dial. And this is everybody knows, so get down and get with it.瞬間に感情を、こんばんは。 Everybody Knows DJ の東雄一郎です。この慣れ親しんだオープニングナンバー、エコ&ザ・バニーメンの Everybody Knows という曲なんですけれども、2001年の春ぐらいからで3年が過ぎました。で、今日から実は4月入ってね、第1週目からオープニングナンバーを変えようと予告をしていたんですけども、持ってくるのを忘れましたので、今日までこれ聞きます。で、俺的にもそういう風に考えると、あ、今日までか、感慨深いな。このオープニングに載っているどんなことを俺は毎週喋ったんだろうなと、どんな人が来てたのかななんて、そんな全部は思い出しません。そんなところで、まあ来週からパッと衣替えっていう感じなんですけども、4月になってね、ちょっと思うことは、あの3月まで今年前半割と俺にしてはいろんな準備をしてて、このあと後半、中後半もう3分の1過ぎましたが、どういうふうにやっていくかというのを計画的にある程度やってるという感じで、フライトオブイヤーの自分のね、バンドのアルバムを作ってて、今日は1曲新しくできたばかりのやつをかけようと思いますが、そんなものを用意してたりします。で、ゲストは4年ぶりになります。スポークンワードというかポエトリー表現でですね、先輩というか、まあ、先にやった人として尾上文さんという人がいるんですが、彼と珍しく、まあ、詩について真面目に話してる感じかな。そんなところで、今週は前半ちょっとなんか下品だなという感じでいくかと思いますが、楽しんでください。それじゃあ今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハート。こんな曲かけたことはありません。歌謡曲じゃないですか、これは。真夜中3時ぐらいにかけて喋りたいと思いますが、ごめんなさい、8時でございますが、大西ゆかりと新世界、真夜中に聴いた歌、その声にしびれた、あんな風に歌えたら寂しさを飛ばせるのに、ブルースというほど気だるくなくて、レゲエというには激しすぎる。あんたが好きだ、あんたが欲しい、あたしの人生ただの暇つぶし。ウォー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 、身もたえて、ウォー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 、のたうち回る。このに聞いた歌、
よくあるラブソング、その陳腐なフレーズがしみりと胸にしみる。ボサノバみたいにはさばけてなくて、演歌のようには恨んじゃいない。あんたを奪い、あんたと暮らす、あんたのそばで年を取る私、バカな夢を見る。ゆかりと新世界、なんかいい感じだね。何でもありになってきました。もうさらにエブリバディノーズ。今週のポイズンマインドはちょっと遅れたニュースにを取り上げてみようかなと思うんですけども、先週忘れちゃったんですけど、まあもう皆さんの記憶の中では、まあかなり、もうですね、葬りされた、どうでもいい話をあえてしようと思いますけども、国民年金の問題、あったじゃないですか、江住真紀子のね、あれについて、国民年金をかれこれ6年払ってない僕が話をします。払おうという話じゃなくてですね、なんでしょうね、なんかこう逆効果でですね、払う人が増えるんじゃないかなっていう話がね、入んなきゃっていうので、こう入ってないのを確認しようという動きがあるんじゃないかっていうことも言われてたりしますが、まあ、国会承認喚問みたいなのはね、やりすぎだと思いますけども、ていうかね、まあそんな価値もねえよという感じでバカバカしいんですけども、まあ、でもね、江住真紀子の会見とか本当にムカムカしましたね、正直。結局政治家は何かをやると秘書にね、押し付けるじゃないですか。それで、ああいうタレントも、事務所のマネージャーがとか、その税理士さんが、お前実業家なんで2年間バレーボールやって働いてて仕事をしてて、その後辞めて気づかないはずがないとね、一応
でお知らせが来るもの、あのどこに住んでても引っ越しても転送されてきて、で入ってませんよ、入りませんか、あのちゃんともう一回入ってくださいよと。そこで入らないっていう人はいるんだけども、あのそれ気づかなかったっておかしいよね、あの年まで37歳っていうところまでですね。でその青色申告というか個人事業主向けの、あの税金のね、確定申告があるじゃないですか。あそこで、控除を税理士さんに頼んでやってたから、てっきり私払ってるもんでしたかと。払ってるもんだってお前の口座とかから引かれてるんじゃないのかっていうね、僕も思ってたら払いますよ思いますけど、それおかしいし、まあ、自分も確定申告やるんで分かりますけど、あれは控除したらその控除の紙をねちゃんとあの、まあ、税理士なり自分でやるなりですね添付して渡さなきゃいけないんですよ。だからやってたと思ったっていうのおかしいです。その控除の、はがきはですね、事務所ではなく絶対に S.E. マッコがどんな男と暮らして別れてまたひっついてっていうところで、いろいろ場面を変えてでもですね、絶対その控除のはがきが来てるはずですからね。でそれなのに国民年金払ってないとあんたもらえないよなんてあの感じのこと言ってるってこと自体がですねすごい茶番で逆に面白いなと思いますけどもね。久々にちょっと芸能ニュースを一人で切ってる感じになりますが、それと比べて出川のね結婚は良かったな。まあテレビに騙されてもいいなと思いました。久々にロマンがあったね、あのバカバカしいね、まあ、見た人は興味ある人いるか分かりませんが、まあ、結婚したっていうのは知ってると思うんだけども、まあ、でもね逆にね僕はずっと前から思ってたんですけど、あの抱かれたくない男ナンバーワンっていうのは逆にすごい勲章であってですね、俺もそれ受賞したいぐらいです、いつかね。その中で、絶対ねああいう人本当はすごい楽しいし、別に見た目なんて別に今そんなにね重視されてる時代でもないし、まあ女好きであるのは間違いないと思うんですけれども人気あると思います。でまあでもやっぱりその世間のイメージの中でね、ああいうふうに、それを切り売りしてやっていくっていうところでですね、非常になんか 100% 好きではないですけどなんかいいなと思いながらですね、見てて、でまあロマンティックな演説で結局そのテレビでねプロポーズをやるところまでを、まあ、やらせでドキュメントで追ってるっていうところ でそれがまあ成功して、あの最後に、また落とし穴にビールが入っててそこに落ちたっていうのがなかなかね、まあ、本人も多分ある程度もう予測ついてるんだろうね。最後までハッピーエンドで、祝福してくれるはずがないと。でそこでその嫁さんになる子がですね、出川の、腕を引っ張って最後に引っ張りかけて落とすというですね、ちゃんとこう夫婦間のコンビネーションもボケツッコミができてるところ素晴らしい、そういう人いいなと思いながら見てました、まあなのでやっぱりねさらけ出してね、切り売りしてる方を切り売りというかしてる方が世間で囲われて言われても俺は好きです。で今日は出来上がったばっかりのフライトビデオのセカンドアルバム、まだタイトルとか全部決まってないんですけども、5曲正確には5曲ですけども、まあ、扱いとして、約30分のですね3部作みたいなこういうのがありますんで、それはどういうふうにここで応援しようかとは、していくかちょっと考えてますけど、まずこの渋谷 FM から生まれたというか、まあ、ここでセッションするところから始まった、この曲が、みんなの歌とかで流行って無理だと思うけどさ、まあこの曲で紅白に出たいなライトフィリアできたばっかりで初めて書けます。ネコネコタイム。ステップで軸を揺らします。
れちまった。ロトロトドロドロナンバー8。エスカレーターですれ違う人が、街のカクテルライトっていう。うつろいの中で歩くみんなが裸に見える。ネコネコタン、ネコネコタン、ネコネコタン、ネコネコタン。スカラスカラスカラ、ネコネコタイムっていうのはね、呆れた病気を治すおまじない。ネコネコタン、ネコネコタン、ネコ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 タン。屋根裏から足を踏み外してマットに転げ落ちても、ネコネコタン、ネコネコタン、ネコネコタン。猫猫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 猫のお尻にからしを塗ってる。レッツ猫猫タイム。猫のお尻にからしを塗ってる。レッツ猫猫タイム。死にからしを塗ってる。レッツネコネコタイム。タイム。どうですか、自分のバンドを紹介するのは恥ずかしいですけども、多分7月ぐらいに出そうと思っていますけれども、フライトビデオのネコネコタイムです。応援してください皆さん。そしてこの後は、尾上文さんと真面目に死について話をしようかな。今週のポイズンマインドからの流れで、フライトビデオネコネコタイムを紹介しました。ネコネコタイム、ネコネコタイム。
だんだん空気が冷えてくるな、僕の影を地面から剥がして君の肩にかけてやろう。今夜のエブリバディノーズは久々にちょっとポエトリーリーディングというか、それについて深く話をしたいなと思ってですね、前回来てもらった時は2000年の夏だったと思うんですけれども、ボーイミーツガール名義で来ていただいたんですけども、ファーストソロアルバムっていう感じですか。尾上文さん吸い込まれて、あ、僕ですか。はい、あ、ね、10年ぐらい前に、みんな戻ってくるっていうソロの、まあ、出してるんだけど、それはキティレコードっていうか出してるんだけど、それから考えると10年ぶりぐらいですね。で、まあいろんな場所でご一緒する機会多かったんですけども、まだあのボーイミーツガールっていう感じの、なんだろう、あれは編集版っていう感じなのかな、レアトラック集というか。そうですね、前回のは3枚、1枚は、まあ、ベストアルバムみたいな形で、もう1枚はそのもっとずっと前に撮ってた、まあ、デモテープ集なんですけどね、自宅で撮ってたデモテープを、1枚に集めたっていう感じ、で今回はファミリーレストランの未来派という、新録まあそうです、現在形ということで、まあこういう表現方法をやってる、まあ先輩としてというかですね、新しいのが来たいなと思っていたので、いろいろ分析しながら聞かせていただきましたので、じゃあじっくり、散歩しながら聞くとなんか素敵なアルバムかなと思いながら、今日は紹介したいと思います。それじゃあまず一曲、紹介してください。僕は夜道を歩いて、目を閉じると人の気配が体中にへばりつく、雨に濡れた T シャツを着ているみたいに、電車が止まりドアが開く、さーっと風が車内を走る、僕は降りる、わー寒い、わー寒い冬の改札を出て、僕は夜道を歩いてる、独り言みたいに歩いてる。コンビニエンスストアの明かりが見える、ぼーっと夜空に光ってる、映画館みたいな、僕がその中に吸い込まれていく、電気掃除機に吸い込まれる、ハエの死骸のように吸い込まれていく。男が二人、女が一人、週刊誌をめくってる、ペラ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 、僕も隣に立って週刊誌をめくる、ペラ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 、意味もなく喉飴なんか買ってしまう、僕はまた夜道を歩いてる、喉飴を舐めながら、さっきのコンビニエンスストアにいたアホそうな店員の一生について考えながら、僕は夜道を歩いてる。お前って何してんの？そう声に出して言ってみる。自分の声が人の声みたいだ。僕は夜道を歩いてる。時々どこを歩いているのかわからなくなりそうになりながら、僕は夜道を歩いてる。道沿いの窓から犬が覗いてる。街路樹がキセルを加えた祖父の目で僕を見ている。空が巨人の手のひらをバサバサ揺らして、おいでおいでと呼んでいる。僕は夜道を歩いてる。北海道のヒグマや青州街道のブナや石垣島のサンゴと一緒に歩いてる。いつの間にか死滅に向かって歩いてる。ねえ、
ね、僕の足をコンクリートから抜いてよ、僕の胴から町棒を外してよ、僕の耳からテレビジョンを追い出してくれ、僕の目から自衛官募集の看板なんか剥ぎ取ってしまえ。僕は夜道を歩いてる。冬の空がスコップで掘り起こしたように綺麗だよ。星の形の化石がいっぱいだ。月が今朝死んだ女の子の唇のように曲がってる。自動販売機でコーラを買った。それを路上駐車のボンネットに乗っけてやった。爆弾みたいに仕掛けてやった。僕は夜道を歩いてる。いつもスキップしながら歩いてる。今日も。夜明け前のファミリーレストランには僕の他に誰も客はいなかった。まず一曲聞いてもらったのは、僕はテーブルの上の僕は夜道を歩いてる。見つめながら、まあ、これを聞きながらね、散歩したいなって、本当。うん、これは静かな道を本当は歩きたいなと思いましたね。そうですね、これは多分ね、作った頃ね、三鷹に住んでたんですよ。三鷹に住んでて、で三鷹のね、駅からね、その家までが30分ぐらいある。おお、じゃあどっか8ヶ月か住んでなかったんだけど、うん、あの芝生畑の真ん中にポンと1個だけ立ってるみたいな、アパートがあって、そのなんかその要するに芝生畑だから、周りが何もないんですよ、テントが立ってるみたいな感じだったのね、でそこがすごく良くて、8ヶ月しかいなかったんだけど、そこ住んでる時に、多分その駅から30分ぐらい歩いて、まあ、いつもじゃないんだけど、まあ、気分が乗った時に歩いて帰ってて、その時の感じが多分すごく色濃く出てる。だからその歩いてるこうリズムに言葉が乗るというかね、その感じがなんかあったかなという気がするんですけども、だから何だっけな、すっごく広い通りがあって、野川公園のそばだから、なんとかっていうすごく広い通りがあって、吉祥寺から抜けていく通りなんだけど、そこ本当に何もないんですよ、周りが、でコンビニとかポンと一つだけこう立ってて、そのなんかその風景ごと良かったんだよね、そのロケーションが、その土地の、だからその時結構いっぱい書いたかな。今回のこのアルバムね、20代の頃から35ぐらいまでに書いた、書いたという。そうです、ちょっと前っていうことなんですか。ちょっとでもないけど、まあまあ前ですね。なんかやっぱその頃のなんかこう気持ちっていうのがなんか一つ塊みたいな感じなんですかね、今の気分というよりかは。こんなこと言っちゃ変なのかもしれないけど、そもそもは、ものすごく積極的な意味で出したわけじゃないと思う、最初のきっかけは、最初はとにかくなんか、今までやってきて、それでなんかそろそろなんか新しい自分のまた違うものに行きたいなと思ってたから、一回なんかそういう書き溜めたやつを一回残したいと思った、まとめたいと思ったのがもともとのきっかけなんですよ、このアルバム。そうそうそう、それで、昔レコーディングしてたやつとか、ライブレコーディングしてたやつとかを、たまたま音源があって、それが結構良かったんで、それをまとめて出そうかなっていう、そういう感じでそもそも始まったんだけど、やっていくうちにやっぱりどんどん入っていっちゃうじゃないですか、それで気に入らなくなってきたり、そして曲を特化引っかえどんどんしていってっていう感じで、なんとなく 今の自分みたいになっちゃったっていう。なるほどね、なんかスタジオで撮るというよりかはね、自分の、まあ、自宅レコーディングといわれる形で、まあ、割と丁寧に、ね、気の向いた時に、丁寧なんだけど気の向いた時に作ってったっていう感じなんですかね。自宅とあと友達 の僕のボイミツガールの塊の今井忍の、前回の時来ていただいた、今井忍が自宅にスタジオ持ってるんで、そのスタジオとあと自宅がメインでやったかな。
そうか。でも尾上さんのね、はい、詩の世界っていうのは、うん、まあ、前も言ったと思うんだけど、すごくグローバルっていうかさ、なんかそのいろんな単語というかね、言葉が目の前の景色というよりかは、うん、なんか図鑑とかさ、うん、地図を広げてる感じがあるじゃないですか、うんうん、そうですね。それってやっぱ子どもの時にそういう本とかをね、うん、すごい好きでたくさん眺めてたのかなとか。そうですね、僕はだから、まあ、みんなに言ってんだけど、うん、僕はそもそも絶対動物学者になるべき人だったと思って、うん、動物のさ名前がいっぱい出てくるじゃないですか。そうなんですよ。だからそ、うん、本を読むことも、うん、そっち方面が、うん、自然科学系の方が多いんだよね。文学系よりは。文学系よりか、そう、うん、なんか文学っぽい詩じゃないんだよ ね、 そうですね。なんか観念的っていうか、だから感情の部分みたいのをそのまま出すんじゃなくて、うん、そのいろんなその動物だったり、うん、世界のいろんな国の名前だったりとかをポンポンと置いていくっていうところで、うん、何か気持ちというか思ってることを表現していくのかなというですね。そう、例えばね、地図とか見るじゃないですか、うん、地図も大好きだから、うん、地図とか見ると、うん、まあ、実際にそれを僕詩にして歌ってたことがあるんだけど、うん、ベカパラミアマカティアズンバっていう曲があるのそれはベカ島パラミア島マカティア島ズンバ島っていう島の名前なんだけど、うんうん、1個何個か分かる、4つですね。つの ベカパラミアマカティアズンバ、うん、でそれもこう地図でこう見て、うん、南太平洋あたりこう見てると、うん、地名というか島の名前って面白いじゃないですか。面白いですね。こうベカパラミアとかさ、うん、でそういうのがなんかポンとこう気になって、うん、書き始めることのが多いんですよ。だからあんまりこう心情を吐露とか、うん、なんか悩みとか嫌なことがあったとかっていう感じで書くことの方が少ないからかもしれない。うーん、だからあまりこうなんとか内面とかね、うん、描くほどの内面がないのかもしれない。うーん、そういうのはあるかもしれない。でも、うん、そういう書き方ってなんか楽しい詩書くのって結構人大体なんかさ、その心情取るっていうかさ、うん、ちょっとね、あのヘビーの方向に行くような感じの人が多いじゃないですか。そうですね、うん、昔ねトム・バスさんっていうじゃないですか、はい、トム・バスさんって昔古い友達なんだけど、うん、もうまだずいぶん昔に詩を、うん、僕の詩を見た時に、うん、文の詩はのれんだねとか言う。のれん、なん、のれんって何だから意味は、まあ、彼の方は独特の表現だからちょっと分からないけど、ただこうパンとこうお蕎麦屋さんなんかにこうのれんがあってそれをパンと開けるじゃない、うん、それだけのなんか詩だっていう意味だと思うんだけど、深さとかさ奥行きがないっていうそれ褒められてるのかどうなのか分かんないけど、まあ、うん、だからそういう意味では、うん、そのあんまりこう内面的なこうドロドロしたものとか、うんうん、は書けないタイプなのかもしれない。うん、でもそれは貴重ないタイプなんじゃないですか。うん、そんなにいろんなね動物学者になりたいと思ってたけども、うん、なんでじゃならなかったのとかも単純に思ったりするんだけど。そうですね、やっぱり音楽、うんうん、音楽が高校ぐらいの時に音楽を聴いて、うん、音楽の方がすごいと思ったんじゃないかな。単純になんか音楽の方が感動したというかすごいものを感じちゃったんじゃないですかね。大体みんなのその音楽で道誤るんじゃないですか。そうかもしれないですね。動物学者に一番近い詩人え？じゃない。そんなことない。そんなもう全然そんな専門的なことはもう全然知らないけれど、うん、でも好きだからやっぱり雑学みたいには今でも気になるし、うん、なんだろう、ああいうほら科学系の雑誌があるじゃないですか、うん、ああいうのでなんか新しい生物っていうか動物とかさ、うん、そういうのが出た時には気になるし、あとやっぱり絶滅していく動物は気になったりするかもしれないですね。種がなくなるってすごいことだと思うから、それは気になっちゃう。個体がなくなるってまあ普通じゃないですか、うん、でも種ごとなくなるわけだからすごいなって思っちゃうよね。うん、その辺の発想はちょっと俺にないとこだから面白いな、うん、あ
でも今回ね、音楽と寄り添ってるものもあればこうやって今かかってる歌に近いものもあり、はい、で、詩だけで語って、でも尾上さんの場合ってね、本当詩だけで語っても独特の言葉の切り方がさ、あってさ、あんまりそれを聞きすぎるとさ影響を受けすすぎちゃいそうになるからさちょっとそういう観点で聞かないようにしてるんだけど、あ、うん、僕は何々でした。要するにメロ譜はないんだけどリズム譜はあるということですよね。そういうことですよね、それはそうでした。なんかね、絵本とかで一緒に言葉を合わせて作ったりとかはしてました、今まで。絵本というか、まだ出せてなくて、1回だけ連載 したことがあるんですけど、それが1回目で雑誌自体があれになっちゃった、終わっちゃったからダメだったんで、幻獣図鑑っていうのは作っていて、それはな架空の動物を自分でこう考えて、で、中畑和人っていう絵描きと一緒に、作ってはいるんですけどね。あ、絵は描かないんですね。描かないです。それは出版したいんだけどね。そうか、やっぱり、ね、そういうのでやっぱ大人も子供も楽しめるみたいなの、僕はやっぱりやってほしいなって、音楽プラスあるとね、思いますけどね。じゃあそのリーディングというか、一番僕が今まで聞いた中でさっき言った心情トロではないですけども、現実にぐっと近い感じのそうですね、珍しいお話というか詩を、じゃあ紹介してください。遠い夏、物知りばあさんと一目置かれ敬遠され、きっと寂しかったんだろうな。あなたはとても鳴き声の良いカナリアを1羽飼っていて、その鳥が自慢だったよね。餌を取り替えてやろうとカゴに手を入れると、狂ったように指をつつきに来るひどく気の強いカナリアさ。まるであなたにそっくりだった。いつだって気を張って生きていなければ自分に負けてしまいそうで怖かったんだ。あなたの旦那さんは僕が生まれる前にもういなくて、ずっと長い間女一人で生きてきたんだものね。一度だけあなたの口から聞いた僕のおじいちゃんはいわゆる自由人というタイプの人で、あちこちに女の人もいて結構粋な人だったみたいだな。そんな人と共に生きてきた後だから、きっと別の人とはなかなか物足りなかったんだろう。おじいちゃんは花がとても好きな人でね、晴れた日の田舎道を一緒に歩いていても、綺麗な花を見つけるともうすぐ立ち止まっちゃって、本当に嬉しそうに見ていたよ。そう、いつか僕をあなたの膝に抱えて話してくれたのをちゃんと覚えている。午後の暖かい日の差す縁側でだよ。あなたが体を壊してほとんどベッドに寝たきりになった頃のこと、ある夏のとても暑い日、昼ご飯を運んでいった僕の手を取ってトンボが見たいと言ったこと覚えてますか？なんだか僕は子供心にドキッとして、あなたの目の中をまじまじと見てしまった。廊下の大きな一枚ガラスから入ってくる光があなたの顔の上でチラチラ踊っていて、僕にはあの時ほどあなたが弱々しく見えたことがなかった。僕はそのまま夢中で外に飛び出して、草原の外れにある池で塩辛トンボを取ろうと走り回った。あの後僕はトンボを取ってあなたに見せたのかどうか今ではもう全然覚えてないけど、ただ池の周りを飛ぶ2匹の塩辛トンボと遠くでゆっくりゆっくり揺れていた3本の木のことを覚えている。遠い夏のことだよ。夢中でトンボを追いかけ回しながら、僕は涙が出てきて出てきてしょうがなかったんだ。あなたが急に遠くに行ってしまうようで怖かった。
った。あなたと僕は本当に喧嘩ばかりしていろんな家庭内問題を起こしたよね。僕にはなんであなたがあんなにいつもピリピリしていなければならないのかわからなかった。でも今になって僕にはあの頃のあなたの気持ちがわかる。あなたの優雅さも意固地さもわかる。運命に対する歯がゆさも冷たい寂しさもわかる。届かないものへの悲しみも方向が定まらない怒りもわかる。トンボが見たいとただそう言えばよかったんだ。ねえおばあちゃん、気持ちは説明なんかできない。気持ちは歌うほかにないんだ。いつものように階段を上りドアを開ける。今夜のエブリバディノーズは尾上文さんをお迎えしてますけれども、今の遠い夏っていうねリーディングだけのトラックはよく聞いてると、聞いたね、聞いてみると、あ、自宅で撮ったなという箇所が一個あって、車が右から左に通り過ぎていく音が入ってて、なんかその辺がこういう作品の良さかなという。だってあのその音だけで撮ってるものはやっぱり外の音が音楽になると面白いなっていう、その車の音、あとなんか犬が鳴いてる声が、犬が吠えてるとかね、そこで僕は初めて聞いた。あと子供が鳴いてるとか電話が鳴ってるとか、そういうのは結構入ってる、入っちゃった予期せずにね。よく聞いてみたら、ね、よくヘッドホンで聞くとねすぐ分かるんですけど、でもこれはさっきのはどうか分かんないけど、あとは結構タイミングがこう絶妙に入ってるから ね, ね、それがこういう、まあ、ポエトリーものの何か良さかな、外でとかね、読んでるのを撮るとかでもきっと面白いんだろうと思うけど、それは考えなかったですか。知らない女が、そうですね、考えなかったっていうか、物臭だからこうそうかもしれない。でも結構あのね、アメリカの詩人とかってね、八百屋さんの前で詩朗読して撮ったりとかね、結構やってますよね。かっこいいなと思うけど。僕がね、まあ、今そのフライトウェイでやっているその、まあ、バンドの携帯でやってるんですけど、僕は一人でもし撮るとしたら全部そういう外の場所で撮ったものをだいつか出したいなと思ってますけどね。いいと思います。このアルバムのタイトルね、ファミリーレストランの未来派ってね、これはまた不思議な言葉のジョイントだなと思って。ああ、そうね。どういうイメージで？今はそんあまりそうでもないんですけど、生まれる前から法律でそう決まってたんだ。作詞とかやってるじゃないですか。作詞の仕事もね。作詞の仕事。それで作詞の仕事が今はあまりやってない、やってないんですけど、やってた頃にどうしても夜書けなくなるとファミリーレストランに行くのね。そうするとファミレスだと深夜誰もほとんどいないじゃないですか。それでそこでガラーンとしていて、コーヒーは飲み放題だし、なんかこう割と落ち着く空間だったんで、しょっちゅう行ってたんですよ。それでその中のその時に今なんとか書いてたりしたんで、何でもない普通のこう物語なんだけど、そのファミリーレストランみたいなっていうのは、いわゆるなんかその男の子と女の子がテーブル越しに挟んでたのがぼーっと見てると、こう顔と顔がくっついていって、男の子がまずくっついてそのまま顔が一つになってしまうというそういうまあ軽いこう幻想的な作品なんで、それのタイトル。それはでも自分の作品になったのであって、そういうような発想から人の作詞のものにはなっていかないわけだよね。でもね、そうね、最初の頃はでもね、結構ね、もう作詞の仕事って言ってもどうやっていいのかよく分かんないから、やっぱり自分が書いてると変わらないものを書いちゃうじゃないですか。だからよくそれで音ボツになったりはしてたけど、書き直されさせられたりはしてたけど、結構初期の頃の作品って意外と多いかもしれない。あ、そういう発想が結びついたやつがね、結びついたのを強引に歌ってるっていう
うん、歌わされる方は何だろうなと思いながらそうなんですよ今思えば、ね、説明をある程度注釈とか歌ってもらう人にするんですか、はい、できたものに関しては人それぞれなんだろうけど、ね、どうなんだろう昔はね本当に、10年ぐらい前は、うん作詞の仕事をしてもスタジオに行って、うん、でヘマすると仮歌まで歌ってみたいな感じだったんだけど今ってもうなんか多分予算的なものとかも全部いろんなものがあると思うけど、うんうん、もうメールだけで終わっちゃうから、うん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 、味気ないっちゃう、ね、味気ないっちゃ味気ないですよでも歌を歌える作詞家まではそんなにないでしょきっとああ、うん、作詞を専門にやってる人はいないのかもしれないけど、うん、でも割となんだろう自分もやってて誰かに頼まれてっていうさそのアイドル系の人は分からないですけど割とシンガーソングライターの人に書いてる人なんていうのは自分もやったりしてる人多いじゃないですかだから歌ったりするんじゃないですかね、うんうん、でもなかなかその自分の世界っていうのは曲げたくないところはあったでしょう、うん、曲げたくないっていうかね、まあ、うまく曲げて混ざりたいって感じかな。そう、うん、どうだろう。そうですね。やっぱり相手が書く曲なわけだから、うんうんうん、その曲がもうどうしようもなくメロディーが持ってるイメージってあるじゃないですか、うん。だからそれがあまりにもミスマッチになることはできない、うん、できないし、うん、そこはだからねどうしようもなく相手の作品だから。うんそういうのはありますけどね、うん、そういうのに対しては全然なんとも思わないかな、うん、じゃあそこはちゃんとなんか分けられてるって感じ分けられてる、ね、分けられてるのかな本当に、うん、どうか分かんない、ね、でもこのアルバムせっかく出したのだから、はい、ライブをね、うん、やってほしいなと思いますああぜひやりたいんですけど ねライブですねうん、うんライブはねやりたいとは思ってるんですけどもぐさいやどうなんだろういやそうね、うん、ちゃんとほらバンドというか何人かのほら、うん、あのねバンドね、うんうん、プレイヤーがいてっていう感じで、うん、そう面白いですよね、うん、そういう感じではまだ僕見たことないからあ個人的なとこもあるんですけどう、ねねうん、結構やってたんですけどね一時期、うん、定期的に、うんうん、何なんだろうやっぱ売らないといけないからそうやってそうですね思いますけどね、うん、人気が出ないからな、ライブとかやっててもだからライブ向きなのかまあねまあねそんなライブ向きかって言われると、うんうんでもやっぱそれはやっぱりたくさんというかね、うん、やっていくとやっぱりって思うんだけどなそうあとだから最近すごく思うのは、うん、ライブハウス自体がさ、うん、割と一色じゃないですか、うん、もっといろんなライブハウスのこう形があって、うん、それなんかこう10通りぐらいこう例えばあって、うん、で今日はこの感じを見たいなとか、うん、そういうバリエーションがもし増えたら、うん、面白いかもしれないけど、うん、日本狭いからやっぱりこう、うん、1個になっちゃうじゃないですか、そうですね、そうするとライブに行って、うん、なんかこう楽しむっていうのは結構限られてきちゃうじゃないライブのあの感じって、うん感じだね、だから それもあるかもしれないな、うん、かといって例えばジャズスポットみたいなとこで、うん、っていうのもなんか違うしね、うん、なんか違う気がしちゃうし、やっぱり僕もそうやっていろいろ混ざって見てもらうような状況になれたらいいなと思いながらやってたりするんですよ、うん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 、やりましょうよぜひぜひじゃあとりあえずこのファミリーレストランの未来派が、ええ、今出たばっかりですが、うん、このあとはどうだろう今の僕は今のね尾上さんが、うん、これはほらある程度こう、ま、そのちょっと前の気持ちをまとめたってとこだけど、うん、今の尾上さんの詩と音と混ぜたやつを聞いてみたいなというのが、うんあはいはい、どういうふうにその動物博士っぷりが、うん進行してるのかなとかさなんかね、いくつか
描き始めてるんですよ、うん、でね、もっとコラージュっぽくなる気がする。あ、意外となるほど、ね、だからもっともっと離れていくというか、コラージュ的になったら音楽とうまく混ぜるともっと面白くなるじゃないですか、うん、きっと。そうそうそう、ね、だからそうですね、だから、割とこう詩は特にそういうとこあんのかもしれないけど、こう入り口があって、うん、こうちゃんとこう歩いて進んでって出口のドア開けて出てくるみたいな感じってあるじゃないですか、うんうん、ありますね、まあ、その中でいろいろあったとせよ、うん、もっとこう分断してしまって、うん、それをなんかこうなんだろうな、こうごさっとこう出すような感じっていうのは、うん、もっとなんかフィールドワークっぽいっていうのかな、いろんな音とかも、そういうのはね、やってみたいなと思っていて、うん、やっぱりでもいろいろ可能性はね、ある表現方法だと思うから、そう、決まってないっていうか、うん、フォームがないから、やっぱフォームはどんどん自分で作っていくみたいなね。詩はそうですけどね、だ言葉はでも、ね、言葉ってさ、日々生まれて死んでってるじゃないですか、うん、だけど詩人が書く詩ってさ、うん、やっぱりなんか生まれても死なないでずっと残っちゃってるみたいな感じってあるじゃない。いいものはね、いいものっていうか、それを肯定的に取れるといいんだけど、うん、でも現在進行形で書いてる僕らって、うん、やっぱり生まれて死んでいくものに対応しなきゃいけないじゃないですか、うん、でね、時々ね、対応できてないなって思うことがある。あ、つまりもうなんか結構なんかこう博物館に言葉を、あ、なるほど、ね、図書館かなんかの言葉を出してるなって思う時があって、だからもっとこうフィールドワークっていうか、そうですね、そういうのはやってみたいなと思ったり、うん、自分の声じゃなくてもいいなと思ったり、うん、いろいろするかな、うん、じゃあなんかそういう実験をどん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 やってって、うん、もらえるとなんか刺激になるなと思ったりします。じゃあ、なんかもっといっぱい今日話したいなと思ったんですが、ラストにこれね、これが、まあ、ずっと今日僕動物博士とかいろいろ言ってましたけど、なんか尾上さんのある意味真骨頂というか、ああ、そうそう、感じの自分らしいかもしれない、曲を聴きながらじゃあ分かれという感じで、はい、紹介してください。Something Lost in Christmas、 今夜のEverybody Knowsは尾上文さんをお迎えしました。じゃあまた、あ、じゃあさようなら。熱帯亜熱帯の海、ゼテグガエルはパナマ、ガラスパゴスゾウガメはガラパゴス、それからシロオリックスとリカオンはサハラ砂漠で、オランウータンはボルネオ島とスマトラ島、ジャイアントパンダは中国、ラッコはカリフォルニア、インドライオンはインド、それからヨーロッパバイソンはヨーロッパ、ヤクはヒマラヤ、それからジャイアントパンダは中国で、カワウソとゼニガタアザラシは日本、ビーバーはやっぱりこれも北アメリカ、それからコビトカバは西アフリカ、メガネグマは西ベネズエラで、スペインオオヤマネコはスペインでしょ、ゴビフタコブラクダは南西モンゴルでしょ、ヤクはヒマラヤ、インドライオンはインド、それからあとタンチョウズルは日本、ゼテクガエルはパナマ、ガラパゴスゾウガメはガラパゴス、カカはニュージーランド、それからホオアカトキはモロッコで、ドウドウはモーリシャス島、オオカミはロシアとアメリカとカナダ、それからトナカイは北極、いつの間にか絶滅して名前だけになった動物たちを、今夜もみの木の地球儀に飾ろう。
ドラマティック、ロマンティック、ファンタスティック、ラディオ。Get wild, get crazy, get happy. 渋谷 FM, everybody knows 78.4. Mr. Stargazer.今回のエブリバディノーズいかがだったでしょうか。尾上文さん前来てもらった時はもう2000年の夏だから本当4年ぶりぐらいで、その間に何回かライブの場とかでね一緒になることが多かったりする人なんですけどもね、なんだろう、でもなんか俺が聞きたいことはね前とそんなに変わってなかったような気がします。改めて前の聞き返したりするわけではないんですけどもね、でもそれだけその詩の発想というのが僕にないところがあって、そこにやっぱ着目して興味を持っているのかなと自分で、改めて思いましたけれども、どうだったでしょうかね。さて来週はですね、結成今年で20周年になりますザ・プライベートというバンド、覚えてますか？覚えてますかというかね、今もうバッチリ全国各地ですね細かくライブで回って、まあ、いろいろバンドの編成はあるんですけども、なんだろう、まあ、マーチビートっていうかね、本当ブリティッシュロックが、好きだなんだろうな、こういうの人たちっていうね、すごいかっこいいロックンロールの来週は1時間にしたいなと思ってますんで楽しみにしておいてください。それから、まあ、4月 の半ば来週以降はですね、まあ、ちょっとどういう感じになるかまだ見えない感じですけども、できるだけ音楽じゃない人をこの場に迎えて話したいなという欲求が今強くあったりなんかして、まあ、それをうまくここで機会を作ればなと思ったりしてるんですけども、どんな人がいいかね、俺はなんかねスポーツ選手とかね、全然今まで自分が覗いたことのないような世界の人と話をしたりとかしてみたいなと思うんだよね。で別にそういう人が来るのであれば、まあ、音楽は少なめでいろいろ本当トーク番組っていう感じでね、1時間使い切るっていうのもいいだろうし、そんなところを考えています。それじゃあ来週もトークハードで、お相手は東雄一郎でした。バイバイ。